バレンタインの日だけ、女子に積極的になる陰キャ。明日バレンタインか。毎年そわそわするね。もうそんな時期か。これは忙しくなるな。すでにバレンタインデーに予定が待ってよ。ああ今のところ、白紙。プホワイトデー。真っ白かよ。あ明日何時に学校行く ?4 時ちょうどじゃ遅すぎるか。いや、もう少し遅く行こう。えなんで 女子がこっそり僕らの靴箱にチョコ入れる邪魔になるじゃん確かに、優しい。まずさ、期待して早く学校行くのもダセーじゃん余裕あるな何時に行く ?4 時2分で。どうだったダメだ。お母さんからもらった既製品のやつだけ。僕は靴箱にチョコ入ってた。さすがだなぁ。本チョコ多分、高級そうだもん。カカオ80%とかだ。 いや、これただの、うんこだ。オープンカカオゼロパー。甘くない現実だね。でも嬉しいな。初めての、本チョコだ。おーぷ、ふんチョコ。喜ぶなよ。だって僕のは、君と違って、既製品じゃないんだよ。既製品のうんこって何待って、もう一個ある。えまた嫌がらせじゃないいや、チョコだ。溶けてるもん。溶けてるとか、いらないやつ渡されてる。ギリチョコだろ。いや、緩めのうんこだ。おーぷ、ギリチョコ。相手の緊張が伝わるね。へへへ。 これ、ふわとろだよ。いや、それ、スカとろだよ。でも、やばいやつだね。うんこだけ渡してくるなんて。いや、一応、トイレットペーパーには、包んでくれてるけど。え <laughs> ラッピングサービスもあ、ね、るでこれ、お返しもうんこの方がいいかな。でも、3倍返しとか聞くしな。あ、手伝おっか。<laughs> <laughs> チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。<laughs> <laughs>